こんにちは、ゴールデンカムイの会、会長です。本作の主人公である杉本彩智、彼の最大の特徴は、脳を撃たれても生存している、高い生命力と、たびたび暴走してしまうほどの戦闘力です。杉本は、その2つの特徴から、不死身の杉本と呼ばれ、有名になりました。今回は、そんな杉本が、不死身の杉本と呼ばれるようになったきっかけや、不死身になった本当の理由について考察していきたいと思います。杉本彩智。杉本の語り口調は、戦闘時は、俺は不死身の杉本だ、殺してみろ、と連呼しており、とても荒々しいのですが、戦闘時以外は、酒飲み相手にも落ち着いた口調で対応したり、相手を気遣う、優しい一面を見せています。また、共に旅をすることになったアイヌの少女、アシレパのことを、アシレパさんと、年下だからと言って呼び捨てすることなく、敬意を称して名前を呼んでいます。そして、意外と可愛いものに目がなく、白石と一緒に一輪の花を眺めたりもしていました。そして、グルメな一面もあり、アシレパと一緒にアイヌ料理を作り、食レポなどもしていますね。主人公なだけあって、ゴールデンカムイのキャラの大きな特徴である多面的な性格を有しています。そんな杉本は昔、神奈川に家族で住んでいましたが、家族が結核にかかってしまい、村中に蔓延させないために、自ら生家に火を放ちました。そこから天涯孤独になった杉本は、東京で菊田軍曹に出会い、優作の替え玉をしたことがきっかけで、日本陸軍に入隊します。そして、日露戦争の英雄として、多くの敵兵を倒します。そこでついた異名が、不死身の杉本なのです。その凄まじい戦闘ぶりは、あの鶴見中尉も、目を奪われたと表現するほどでした。そして、そんな杉本は、気に入らない上官を半殺しにしてしまったため、恩恵も得られないまま、軍を辞めてしまい、その後は砂金取りをしていました。砂金取りをしていた理由は、日露戦争時に友人から託された彼の妻、梅子のためです。梅子は、日に日に目が見えなくなっていて、アメリカの名医でないと治せないほどの病気だと言われていました。そして、治すための費用が、渡航費や治療費などを合わせて、当時の金額で200円必要とのことでした。この金額は、現在の金額に換算すると、およそ200万円ほどと言われています。そんな大金を一気に手にするには、砂金を当てることしかないと話しており、杉本は、戦争で命を落としてしまった友人に代わり、梅子のために砂金を集めるのでした。そんな時に杉本は、入れ墨囚人の男と出会い、どこかに隠されたアイヌの金塊の話を聞きます。杉本はその男を問い詰めようとしますが、ヒグマの襲撃に遭います。そこに、アイヌの少女であるアシリパが助けに入り、二人で協力してヒグマを倒します。その後二人は、お互いの目的のために、アイヌの金塊を探す旅に出たのでした。ちなみに余談ですが、トレードマークの軍帽は、お風呂の時も、脱がないようです。不死身の杉本が誕生したきっかけ？そんな杉本が、不死身の杉本と呼ばれるようになった理由や、きっかけを調べてみました。そもそもなぜ、不死身と言われるようになったのか、三つほど考察を挙げていきます。一つ目は、驚異的な回復力を持っていることです。杉本は、瀕死の状態でも、次の日には、戦場を駆け回れるほどの回復力を持っています。もともと回復力が高いのかもしれませんが、それだけでは、説明がつかないレベルですね。また、ヒグマや大人数に囲まれた時など、圧倒的に不利な状況の中でも、大怪我を負いながら戦い続ける姿に、みんな不死身を連想したのだと思います。二つ目は、少年時代に結核を患った父を心配させないために絶対に死なないと決意をして自分を奮い立たせるため思い込ませるために言ったのがきっかけではないかという考察です。弱い自分に打ち勝つために俺は不死身の杉本だと自身を鼓舞して立ち向かって言ったのかと思うと杉本の印象が変わってきますね。三つ目は杉本は戦場で2回壊れたからという考察です。第100話で杉本は戦って生き残るためにかつて戦場で自分を壊したと発言しています。ここで言う自分とは故郷でトラジや梅子と共に育ってきた中で形成された人格のことだと思われます。杉本は戦場で過去の人格を壊し生き延びるために新たな人格を生み出したのではないでしょうか。しかし過去の自分を壊すという行為は谷垣や他の兵士も同様に行っています。なので、他の兵士を圧倒する異常な強さは、過去の自分を壊しただけでは、説明ができません。つまり杉本の不死身は、兵士として壊れた、トラジをなくし、もう一度壊れた、この2段階を踏んだため壊れたのだと考えられます。順に説明をしていきます。
1の兵士として壊れたについてですが、第1話の回想を見ると、杉本は再会したトラジと会話をしている時には、すでに顔に傷があります。これはつまり、トラジと再会する前からロシア兵と過激な白兵戦を経験してきている証だと言えます。生きるために敵を殺すことを躊躇しないという兵士としての人格はこの時にはすでに生まれていたのでしょうね。次に2のトラジをなくしもう一度壊れたについてです。不死身の杉本と呼ばれる人格はトラジをなくした後に生まれたものではないかという考察です。第18話にてアシリパはあいつの強さは死の恐怖に支配されない心だと発言をしています。杉本が死を恐れないのには2つの理由が考えられます。一つは自分が死ぬとは思っていないこと。二つ目は激しい怒りが恐怖を凌駕していることです。まず、一つ目の自分が死ぬとは思っていないことについて解説していきます。杉本はたびたびピンチに陥るが生き残ってしまったことに対して落胆するような発言をしていました。家族が結核にかかったり、戦場で次々と仲間が死んでしまったりなど、杉本の周囲は死で溢れていました。度重なる人との死別によって培われた生き残ってしまったという絶望がトラジの死で決定的なものになったのだと思います。死ぬべき時が過去にいくらでもあったのにそれでも生き残ってしまった。だから自分は死ぬことはできないと考えており深手を負ってもひるまないのではないでしょうか。次に2つ目の激しい怒りが恐怖を凌駕していることについてです。杉本はトラジをなくしたこと、梅ちゃんを見捨てたこと、アシルパがさらわれたことに対して強い罪悪感を抱いていました。そして自身へのダメージが一定以上になると杉本はトラウマを思い出し怒りを原動力にして暴走します。この暴走している時が杉本の罪悪感が最も表に現れている時です。強い悲しみが何度も守れなかった自分への怒りに変わり暴走する人格を生んだと考えられます。以上のことから兵士として生き延びるため杉本は一度自分の人格を壊して冷酷な人格になり、その後トラジの死が引き金となったことで生きる希望を失い自分への強い怒りが異常な強さを生み出したのではないでしょうか。まとめ、いかがでしたでしょうか。杉本の強さの根底はもともと持っていた驚異的な回復力や戦闘力だけでなく壮絶な人生に加え親友であるトラジの死が大きく関係していたのですね。今ゴールデンカムイを読み返すと杉本の印象がまた大きく変わりそうです。皆さんは不死身の杉本が誕生した経緯についてどう思いますか。ぜひコメント欄で教えてください。ゴールデンカムイの回ではまだまだゴールデンカムイの魅力をお伝えしていく動画を作成していきますので、ゴールデンカムイの会に入会したい方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。